ああどうも。ああどうも。明日新木場コースト。ああそう。うん。スピッツの。スピッツさんのロビンソン。ロビンソンね。緊張してんだけど。ヒット曲だかね。結構高いんだよね。あギター難しいよ。結構難しいよって。俺たちが自分でやるって言っちゃっててさ。そうね。思うんだけど、うかつなこと言うもんじゃないね。そうそう、スケジュールもね。スケジュールもさ、まあね、10ヶ月先だからね、できそうな気がするけど、そう迫ってくると無理なんだ。いろんなことが入ってくるからね。もう本当に慎重になる。本当そう思ったわ。何やってるか分かんなかったな、今年なんか。本当にもうバッタ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 さ、いろいろ入ってきて。そうなんだよね。いやー、本当死んだ。本当に。でもね、やっぱ先は分かんないから入れちゃうんだよな。そうね、キャンセルもできんしね。うんクワトロだってほら、毎回毎回ほら、僕も曲変えなきゃいけないからさ。そうね、これ結構ハードだよ。まあ大丈夫よ。12ヶ月。大丈夫大丈夫。で、コウタロ君は全部弾けるからいいよ他のね、うん、新しく入ったゴージとかさ。いやだからほら彼らにもさ、うん、覚えてもらわなきゃいけないっていう。あでもそういう時期は必要だもんね。あれだからさ、うん、本当だとやっぱ全曲叩けなきゃいけないわけだもんね。あれって言った時にすぐ始められないとね。昔コウタロ君さ、キンクス見に行った時にさ、うん、明らかこれはレイ・デイビスの気まぐれだっていう曲あったもんね。あったっけ。途中で機嫌悪くなるとデイブに歌えみたいな感じになってさ、消えちゃうじゃん。あの時間違わずにみんなよくできるよね。やってんじゃないやっぱり。どこでもそんな調子だから慣れてんのかな。それはねオアシスのお兄ちゃんだってね、うん、ヘルプ歌うんだからさ。ああまあそういうことか。でもお兄ちゃんなんか好きで家でやってる感じしねえ。そうねえって絶対、うん、でもほら途中でなんだっけな、キンクスさ前の方の曲がビクトリアとか言い出してるさ、いきなりレイディオとかジュンジュンジュンって引き出しちゃってさみんな慌てて乗ってくるっていうさ。あったねあったね。あれでできちゃうっていうのはすげえなと思ってさ。できるやん。いやすごいよ。だってそんなに難しくないもん。まあそういう問題じゃねえ。これピンクフロイドのさ、うん、ファーストの時にね、うん、突然そんなになったってね、できないよみんな多分、うん、ピンクフロイドの連中が、うん、ああついておく気がないね、うんうん、練習必要だよね、うん、確かにそうだ。そういうことだよね。なるほど。ロックンロールだからね。あそっか、何でもいけちゃう、まあ、コードもそんなにないしね、うん、チャック・ベリーだって転調すんだからさ、しょっちゅう転調すんだ、しょっちゅうチャック・ベリーも死んじゃったしな。そうね、うん、しかし終わっちゃうね、今年も。もうとっくに終わってますよ、うん、半分終わって、忘年会もないわ、今年。今年ってかもうずっとないじゃん、忘年会なんて。あ、ないね、でも去年も。俺もう、唯一さ、うん、フジパシフィックミュージックの、うん、あの農会ってやつ。農会でしょ、忘年会じゃなくて、うん、そう、あれに誘われるだけだわ、うん、それで一昨年、ウルフルズのさ、うん、2万円の消費券当てちゃってさ、ビンゴで。いいね。あったね、それでみんなにブーイング出て、うん、みんなから、だって俺社員じゃないじゃん。ああそうそうそう。俺でもう泥棒みたいな感じになったわけですよ。うん、でしょうがないからもうその席で、もう来年はね、去年のことだけど、俺がじゃあ2万5000円コレクター出てるから出すからっつって、うん、俺それ自腹で出したんだよ。いいんじゃない、うん、いいんじゃないって軽く言うけどさ、結局5000円損したことになって、アマゾン券、商品券。いいじゃない。アマゾンの商品券、商品券。アマゾンか。アマゾンじゃん。いいでしょ、コウタロ君。みかんいくつ買えると思ってんの ?2 万5000円だよ。いや、みかん買わないかなと思ってさ。うん。買えるよ、それ。買えるでしょ。いやいやいや。リアル注文してないの、今。みかん。ああ、注文ね。まだしてないの。してないんだよ。みかん1日2個食うといいらしいよ。で食べてるでしょ、それぐらい、コウタロ君って、冬場は。まあね。うん。箱に書いてあったもん。何だ箱に書いてあんの。みかんを2個。以上食べると1日2個で健康管理とかだって。へえ。無敵だね、 R1 を飲んでるしさ。今ね R1 でしょ、リポディ、うん、リポディも飲んでんの。予防ね、風邪の、うん、あれ飲んでると風邪ひかない気がするんだよ。気がすんの、うんうん、ということが一番いいんだよ。そうなんだ。でもさ、ちょっとやっぱり免疫力高くなるんじゃない、やっぱり1日1本だよね。うん、1日1本、1日2本飲んでるから、
それもどう、体がでかいからね。そう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 。そうなんだ。そうなんだ。これで風邪ひいたら見もんだね、ボタルが。大丈夫。リポディね、好きなんだよね。一番安いやつでしょ。そう。あれもいろいろあったじゃん。いや、やっぱりランクがあるある。でも一番安いのはいいよ。あ、昔からやるやつ。うん、白とブルーの。あれ中にね、ニンニク注射だから、ほとんど。あ、そうなんだ。その成分、うん、へえ、よく知ってんな、医者でもないのに。まあドクター X 見てるからね。それそこからの情報。いやいや違う違う、これはちゃんと医者から聞いた話。あ、そうなんだ、うん、あれリポビタン D らしいね。 D、 D じゃなくて D なんだ。ドイツ語なんだって。あ、そういうことね。ああ、リポビタン D って言うんだって。本当ドイツでダーじゃなかったっけ。でか。へえ。アーベーツェーデーだ。で、リポビタンデー。で、で、リポデー。リポデーなんだ。リポデー。なんだって。これあれだね、テイチ君のカッツェ以来のドイツ語だよ、これ。カッツェって言ったね。そうそう、カッツェって言った。ドイツ語でバンド名つけんじゃねえよ、みたいなね。カッツェ？リポデーか、リポデーうまいよ。そうなの。うん。へえ。リポで大好きなんだよね。俺はダメ。あ、そう。うん、絶対ダメ。何もダメ。ああいうのリゲインが好きだった。ああ、あったね。なんかあれだけは自分に合ってる気がしたんだよね。黄色いやつね。黄色いやつ、うん、分かるでしょ。分かる。ちょっと瓶もちっちゃめ、うん、あれが80年代だな。そう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 。コータル君の言う通りさ、うん、80年代を全て新しいと感じた世代でしょ、うん、俺たち。そう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 。だからあれから、うん、なんだろうな、こう未来的なものを分かる。うん、リポでは超えたもんね、時代を。超えてねえから俺なんかじゃ。超えたよ。あれこそ聞くのかって感じだよ。聞いてる聞いてる。あ、そう、うん、リポで飲んでる。リゲインは当時から2本飲まなきゃダメっていう。だちっちゃかったからね。だから都市伝説があって、ね、しかもさ、こうやってリゲイン EX だったら知ってるよ。ね、行ったんだよね。あ、行った。うん、さらに行くんじゃねえかって。ノーマルがいいのよ。ノーマルがいい。焼肉屋のね、うん、カルビだってね、絶対上じゃない方がうまいもん。あ、そうなの。あれジョーさん頼んでんだね。なんかステータスを感じたいんだけどね。あ、味は絶対なめた方がうまいよ。そう、うん、タンはジョーの方がうまいけど。なるほどね。タンはジョーの方がうまいんだ。うまいね。これ俺のデータね。でも郷田君さ、これ、うん、こういうこと昔さ、赤坂にさ、うん、コロンビアの倉田下にさ、うん、吉野家の高級店あったじゃん。あった、あった。あそこ一緒に食べたじゃん。食べた。だから普通の吉野家も全然美味しかったじゃん。全然うまいね、うん、ど同じ現象ってこと。また違うね。なんだよ、分かりにくいよ。これ肉が良すぎるなって言ったじゃん。そうそう、良すぎる。牛丼にしちゃ肉が良すぎるなって。そうだね。だからまあちょっとなんつうんだろうな、うん、いい感じじゃなくなるんだよね。あ、それに合ってないのかな、うん、そう、よくなんか食レポでもさ、ね、溶けるようになってるじゃん。溶けちゃダメだろうと思う。なるほど。そういうこと。噛めよみたいなさ。なるほど、そういうことね。そうそう、そうだよね。確かに、まあ、ラーメンとかもちょっと雑なぐらいの方がうまかったりするもんね。そうそう、やっぱジャンクがなきゃいけないんだよ。そうだね、うん、それ高級な具材で作られてもね。焼肉もね、やっぱ最近どんどん昭和が消えてったね。あ、そう、消えてきてるよ。タレの味は薄いさ。へえ。何年か前に青森でなんか夜中に焼肉屋入ってるのうまくてさ、うん、ちょっと投げてきたもんね。え、昔思い出しちゃって。味が昭和49年で。ああ。ね、小田君、この放送で何度も言ってるけどさ、昔のさ、うん、だから北の方のホルモンあるじゃん、はあはあ、辛いやつ、うん、あれどっかで食べたいんだけど。ホルモン屋もこれで火事になっちゃったからね。火事になった。焼きすぎて火事になった。火事になった。ホルモンで火事になったって。マキシマムザホルモンだよこれ。本当にホルモン殺人事件だよこれ。本当ホルモン殺人事件いいね。ホルモンで火事になって全焼しちゃったっつうんだね。笑っちゃ悪いけどさ、耳を疑ったことは事実だよこれは。これだってさ、サスペンスドラマだってさ、最後に刑事がさ、犯人はこれですねってホルモンだったらさ、これ藤田もこんなって思っちゃうよ。驚いちゃうねホルモンね。こうやって開けた瞬間にホルモンかっつってね。これね、で完全犯罪できるってことだよ、こうやって。これできるよ。違うか。ね、昔のさ、なんだっけ、なんとか刑事、うん、で、石田哲夫がさ、あったね、あったね、宇津井健にさ、課長っつってさ、課長、課長じゃないや、課長じゃないや、ホルモンでしたよっつって、何言ってなるよね。なるよ、
石橋翔司ぶん殴られるよね、その時点で。ふざけたこと言ってんじゃないっつってね。夜明けの刑事。夜明けの刑事か。あれいいよな、石橋翔司。石橋翔司と鈴木博光がいる。あ、そうそうそう、いい感じだった。その上が石橋哲夫じゃん。そうそうそう。そのさらに上に宇津木健がいるわけよ。あ、そんな上にいんだっけ。一番末端がだから、うん、あ、動いたのが石橋翔司と二郎さんが動いてるわけよ。坂上二郎さんが。坂上二郎さん、そうなんだ。今度55号だ。それとまあ同系に広光もいるわけね。ああ、そうだそうだそうだ。その上司が哲夫なのよ。そうだ。で、哲夫がエバってるわけですよ。うん、俺が言っちゃいけっつって、エバるんだけど、その上に宇津木健がいるとシュッとしたんだよ。なるほどね。エンドテーマか。パッドカンパニー。そうだ、そうだ。そうだ、夜明けの刑事だ。あれだ。見たいな、見たい。でもこれでもいけるね。ホルモンで完全犯罪。いけるよ。これ保険金狙うやつもいるよ、火災保険で。だって俺昔ね、うん、あの推理クイズったんじゃん。うん、あの流行ったでしょ、昔その本で。流行った。で俺、銭湯殺人事件だったんだよ。ちょっと待って。銭湯殺人事件。これ、孝太郎にぴったりじゃん。だって、サウナで死体を見た男でしょ。そうそうそう。で、うん、それでね、笑っちゃったけど、うんうん、まあ、犯人が見つかったんですよ。先生ね。まあ、クイズだから。クイズは。で、どういう状況なの、まず、銭湯で。人が死んでるんだよ。刺されて。刺されてんの、銭湯で。もう凶器どこにもないわけだ。凶器はどこにもない。ね。でも、銭湯で刺されて死んでんだ。そう、死んでる。で、ね、俺は小学校2年ぐらいだったけど、うん、それ推理しなきゃいけない。うん、笑っちゃったんだけどさ。うん、犯人はね、うん、なんかこう魔法瓶みたいなの持ってるやつだったんだよ。魔法瓶をね、うん、なぜかっていうとね、うん、その中に氷で探検作っといて、うん、氷で刺して風呂で溶かしちゃったんだよ。なるほど。その硬い炭、氷の探検で刺して完全犯罪だ。そう、お湯で溶かして、そう、頭洗ってればもうね、うん、へえ、勉強になったね、小太郎君。だけど、させんのかなって今思う。氷でね。氷でね。うん、で、わかんない、小太郎君。だってほら、モビルワンってオイルが出た時にさ、うん、もう極寒のあれでさ、うん、バナナでさ、うん、釘が叩けますって。バナナは固形物じゃん。チカチンしてさ、うん。バナナは固形物じゃん。うん、水なんだよ、氷。でもつららだと思ってよ、結構刺さるんじゃない？折れるよ。折れるかな。まだそれで頭殴ったとかなら分かるよ。あ、そうだね、鈍器としてね、刺しちゃったんだから、か刺殺だもんね。それで完全犯罪か、うん、まあ、そういう推理クイズいっぱいあったな。そういうのをよく覚えてんね。覚えてんだよ。昔さ、それでさ、その好きが高じてさ、うん、高校の時に自分たちで推理クイズ作ってたんだよ。今度は何しろだけ影響されて。そうそうそう、自分たちが作るそうそうまで行っちゃった。あで、うん、あの同級生のほら刑事君いるでしょ、藤原刑事君。刑事君、はいはい、刑事が授業中髪を割ってきたんだよ、うん、それが推理クイズだったのね、うん、後ろからね、ある男がね、うん、前方を歩いてる男にしきりに声をかけたんだよ。しきりに声をかけた、なんとかなんとかっつって、うん、一向に振り向かないんだよ。振り向かない、なぜだって書いてあったんだよ、うん、なぜだ、うん、分かんないじゃん。分かんない、全然分かんない。授業があって、うん、何だったのそれ。そいつはウォークマン聞いていたって言ったんだよね。ウォークマンを聞いていて気づかなかったってこと。なんだよそれ。何それ。クイズなんでよ、そんなの。しかも推理クイズじゃないよ、もう。推理じゃんか、どう。でも、そ何にもないよね。でもまあそれぐらい、うん、そういう推理クイズが好きだったってことだよね。自分たちが作っちゃうほどね、好きだったね。推理クイズと心霊写真だけは好きだったね。なるほどね。ブーム、心霊写真はブームだったもんな。ね、うん、何でも無理やりこれだよっつって、ね、そうなんかあの頃ね、デジカメじゃないけどさ、現像すると変な光の影とかね、うん、そうそうそう、絶対入ってちょっと入ってるだけでね。そう、これ亡霊だよっつってね。ほんとにこの間、そういえば映画撮影しててさ、楽屋っていうかさ、楽屋でさ、うん、監督がさ、誰か霊感強い人いるのって言ったらさ、霊感、うん、スタイリストの女の子がさ、うん、私強いよって言って、うん、でここいる、あ、いますよって、うん、いますよって言ったの、気軽に、うん、気軽にいますよって、あ、やっぱそうなんだって言って、うん、さっき誰か霊感強い人がいるって書いてたらしいんだよ。マジで、いますよって言って、ていうか、孝太郎君さ、うん、なんかあれ言ったっけ、あの芋煮会の時にさ、うん、なんか誰かが孝太郎君にさ、うん、なんだっけな、 あの日さ、うん、誰だ、女子バンド出てたのメンバー出てたじゃん、なんだっけ、サイレントサイレンか、うん、のメンバーか誰かが、うん、なんか知らないけど孝太郎君に、孝
小田さん UFO 呼んでくださいよって言ったの。あ、あれはあの人が、あの人が言ったの。あのマネージャーの女の人。ああ、あの風とロックの、うん、あとほら、うん、あのなんだっけ、あの平井さん、平井龍さんか、うん、と2人で、2人で、うん、あの UFO 呼んでくださいよって小田君に言ったんですよ。そうで、小田君が真顔で、うん、UFO はね邪念がある人たちのところには来ないんだよって言ってるどこの人この人ってみんなドン引きしたって噂聞いたけど、これ本当なの？いや、ドン引きしたっていうか、うん、俺はそれでね、うん、それで UFO についてね、うん、相当語り始めたんですよ。あ、そこで、うん、面白がしく、うん、だからもう平井亮さんが、うん、もう笑っちゃって動けなくなっちゃったの。そこで UFO について語ってたら、うん、で、呼んでくださいって言ったんですよ。 で、呼んでくれって言われて、呼ぶも何もね、うん、俺は UFO に何回捕まったと思ってんだったらしい。なるほど、なるほど、そういう話なの。例の話をいろいろしたいですよ、うん、空白の2時間とかそういう話を。なるほど。でも死んじゃってんだよね、みんなもう、おかしくて。あ、それ面白くてね、うん、でも最後になんか邪念がある人のところに来ない。いや、だからそのね、いや、だからそれは、うん、なんかそのイベントの最後にね、野球の後でみんなで呼ぼうって話をしてたのよ。野球の後であそこにそうあそこで客もあの UFO も来いみたいな。なるほど、カルト宗教みたいなやつで、うん、そういうとこには来ないよって言ったら俺。あ、そういうことなんだ。そういうとこには来ませんよって。まず大体俺がいれば来るかもしれないけど、俺がいないんだからっつって、俺帰るからっつって。そう、みんなめっちゃ最後不気味があってて面白かったと思うけど、うん、多分平井さんだと思うんだけど、呼んできて、小田さん、なんか入ってんですか？で、俺が事情聴取だけ聞いてあげて、何があったんだっつって言ったら、いや、邪念がないとか、いや、UFO は来ないって、うん、席を立って、なんか不機嫌そうに出てったんですよって言ったら、あの男、この前まで地底人がいるとかなんとか言ってたけど、危ねえなーっつって。いやいや、ついついね、ちょっと UFO について扱っちゃったんだよね。そうなんだ。そういう話なんだ。でちゃんとレクチャーがあったのね。そうで、全員で呼ぶって言ってるから、そんなこといくらかないです。なるほどね。そういうことか。全員でおっさんの面白おかしく全員で呼んだってね、うん、来るわけないでしょっつって。ミッションそこだってね、テレレレレのね、うん、あれなんだよっつって。テレレレレって。そういう話か。そういう話ですよ。なるほど。語りましたよ。地元でも小田君がそういう UFO 信者みたいになっちゃってるよ。まあ信者だからね、うん、実際、うん、いつも帰り道のお供にさせていただいております、うん、グルメのお二人に質問です、うん、担当直入に立ち食いそばはお好きですか、うん、たまにお話に出てくるのは耳にしておりますが、うん、今年初頭話題になった満州の近くにある肉そばが有名な南店とか、うん、界隈では路面店と呼ぶカルチャーもあるよね。あと東武線には立ち食い駅ラーメンなるものもあるそうです、うん、もつラーメンのパイオニアの2人、このような立ち食い麺カルチャーについて見解がございましたら、うん、お声を聞きたく存じます、うん、袋ネーム落合。俺こういうところ立ち食いそばはちょっとなんかモッズを感じてんだよね。そうだね、うん、あれはまあモッズでしょうね。あのスピード感と、うんうん、あのさらば青春の光でさ、そう風呂入るじゃん。そうなんだ、あれだよね、あのフィーリングだよねあれだよね、うん、ね、うん、でロッカーズがうどん食ってるよね。そう、うんモッツァそばだよシャープに俺は好きだよ、ね、立ち食いそば、うん、俺も好きだよ。だまあ近年ちょっとみんななんか味がさ、うん、色がまず薄くなってきてんじゃん。あ、そう薄いよ最近。あ、そう外苑前のあそこだけだよ今濃いの。俺が認めてるあれは立ち食いは色はへえ。外苑前にあったあるじゃんモッツァそば。あそこはね、あんまり寄らないもん。あそこかなりストレートだよもうそば屋のおかげでカーナビストリートになっちゃう。なってますよ。スインギングしてる。してますよ。やばい。そば屋から出てくるやつみんなスインギングしてるもん。マジかマジか。外苑駅出てですね、うん、表参道側に向かってくるところのあそこだけだね。あのそば屋が今東京都内でまあカーナビ好きなとこは何軒もあるけど、うん、俺は昭和46年にタイムスリップしてるのはあそこだけだね。またさ、小田君さ、この青山界隈でさ、うん、あの佇まいがさ、うん、粋なんだよね。粋なんですよみんなね、うん、こう気取ったさ、ビールになっちゃってるじゃん。中で立ち食いそば、こっちだね。あそこなくなったら俺、二度と来ないよ。青山にね、うん、なるほど。あそこ、だからさ、うどんなんか頼んだら、うん、後半染まっちゃうぐらいがいいんだから。なるほど。じゃあ俺たちさらば青春の光撮るときにあそこ絶対外せないね、うん、だってさ、うん、今その辺の立ち食いでさ、うん、関西の人が食ったって驚かないよあの色だったら。あんな真っ黒だから昔は驚いたからじゃみんな。
なんだこれっつって、関東はこれかいっつって、うん、ああそっか、俺らはもうあそこはもう相当食ってるよ。マジか、好きなの。大好きですよ俺。これでもあそこ食券買うよね。買うよ。これ買ってんの。買ってるよ。そりゃそうです。食券買う小田君見たくないんだよね。結構小田君なんか財布出すとき優しい手つきで持つじゃん財布とか、うん、あれがちょっとマイルドさに欠けるんだよね。いやでもあそこだいぶ小手切れやってるから。あ、そうなんだ、うん。結構なんかさ、チェーンとかつけてさ、財布さ、うん、めっちゃワイルドに持ってるくせにさ、うん、お金払うときめっちゃ優しいじゃん、こ、うん、だるくなんか。上品だからね。上品だからそこ出ちゃうよね、やっぱりね。あ、それでもうまいよ。マジか。食ってよ。俺必ず稲荷もつけてんだから。食うね。酒もつけられるってことなんですよ。なるほど、それ稲荷がね、地味における。そうそうそう。あそこでさらば青春の光やってんの。言っとくけど、あそこで、うん、中で松本社長の後ろ姿を見てんだよ。松本社長、あそこなんだ、御用達。あそこうまいよ。うまいって言うんじゃないんだけどさ、うん、これなんだよねって。わかる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 。言ってることすごいよくわかる、うん。味濃いな、そこ。だからそういうのがなくなっちゃったんだよね、うん、今ね、きっとね、うん。あれで味濃くないよ。そうなんだ。じゃあこれちょっと寄ってみよう。いや昔は全部あったの。あ、でも昔はね。うん、でどん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 周りがこう薄くなってくる中で、そこだけはまだまだやってるって。あそこだけはもう。そういう店何個か俺持ってるけどね。なんか遠くから見たけど、なんかやる気のない店主みたいなのいるよ。いや手つきプロだよ。マジか。あれもね、うん、パブでね生ビール継ぐあのテクニック並みですよ、うん、そんなね免許必要なぐらいよ。もうそんなすごいよ。あのね、こぼしながらちゃんと継ぐんだよね。こぼしながら継ぐ。あのへえ、粋だね。粋ですよ。そうなんだ。あそこ好きだな。一回行かなきゃ。食いたくなってちゃった、うん。1個行かなきゃだ。毎日食いたい。もつそばや。毎日食いたいな。やばいやばい。わあ食いたい。あそこね、あの、うん、トッピング2品盛りつまる。2品盛りができるの、うんうん、何つけんのこと君ちゃん。俺玉ねぎ天だね。玉ねぎ天。人参天か。まあ1個でいいと思うけど。それ玉ねぎ天なのか人参か。随分乗せるね。人参のかき揚げはほら四ツ谷の田舎屋に教わったから。ああそこね、うん、あそこうまかったよね。あそこもよかったんだ。店、うん、行かないもんね。だってないじゃんもう。あそこあそこないのか。あるなら行きますよ。そっかそっか。俺ね基本ね、うん、キノコが嫌い。ああそう、うん、あんな頼りないね食べ物を見たことねえよ。あそう、うん、自ら味もしないし。うまいよマスタケ。俺はもうめっちゃ嫌いだよキノコは。ああそう、うん、世界中のキノコが嫌いと言ってもいいぐらいキノコが嫌い。ああそうなの、うん、へえ。すべてなめこもで好みでないね。なめこもなもうありゃしょうがないけどさ。しょうがない。ああそう、もう仕方ないじゃんこれ。でも進んで なめこを買いに行ったりしたことはない。じゃあ味噌汁で なめことさ、なめこ汁、うん、なめこと大根がチョイスがあったら大根なんだ。絶対大根だね。へえ。小手君ねそんなにキノコ好きなの。別にそんなめちゃくちゃ好きじゃないけど、うん、嫌いじゃないね。嫌いじゃないんだ、うん、じゃ逆にじゃあ嫌いなのは何小手君食べ物で、うん、これは苦手だってさあるでしょ。たくさんあって分かんないね。あるの多分。あ、孝太郎君はだって東南アジアの料理が全部ダメだもんね。そうそう、あのパクチーが入ってるやつよね。そうそうそう、全部ダメ。あと八角が強いのもダメだし。八角もさ強いのはいいんだけど、うん、なんかプラスなんかさ、うん、何かが入ってるんだよね。工夫されてね、うん、だから匂い、孝太郎君結構敏感だよね。畜生の割にね。そうそうそう。やっぱ今頃毒なみちゃんのおばあちゃんのあれかね、効能が今来てるかね。35年経って、うん、35年経って、うん、ねえ、そういうところが不思議なんだよね。あんまり あれかな。あでもしょうがなくは食えるもんね、うん、しょうがなくはね。だから今自分で選ぶからさ、うん、あえてね選ばないだけだってね。無所で出てきたらしょうがなく食う。もう無所から出てきたらしょうがない。無所の中に入ってたってしょうがない。食べるしかないよ ね、 無 所、 よね、うん、無所じゃもうしょうがない、うん。お二人の顔を書いてみたところ、はい、殺し屋になってしまったのでメールします。はい。なんでこう書こうと思うんだろうね。わ、ね、かんないな。これ海外ドラマのこれ犯人の似顔絵になってるよね。そうだね。
どう考えても。そうね。うん。面白いけどね。結構似てると思うんだよね。これさ、孝太郎警察に持ってってさ、うん、この二人やられたんですって言ったら俺たち捕まるかな。捕まるよ。捕まるか。だって一人ずつだったら分かんないけど、うん、このセットだったらやっぱり捕まるんじゃない。ちょっと写真館に入れようよ、うん、2人組だったら2人セットで捕まる可能性がある似顔絵捕まるかな、まあ、スタスキー&ハッチって感じだからね。マジか。捕まんじゃうの。捕まっちゃう、うん、どうするそれをさ、うん、コピーして画像検索 Google の入れたら俺たち出てきたらいや可能性あるよねえ。やだな、狩人とか出てきたら。あ、狩人ね、うん、でも狩人の関係近いかもね、俺ら。近いじゃない、なんかなんとなくなんかね、うん、兄貴と弟の感じの。俺もそうそうです。弟もちろんもちろん髪型の感じもちょっと似てる、ね、うん、そう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 いや、これ海外ドラマの犯人の似顔絵でしょう。どう考えてもそうだね、うん、病院で死ぬ前に描くタイプだよ、似顔絵だよね。そうだね。これ写真館ちょっとご覧ください、これですね、はい、コレクターズ、まあ、いろいろあるんですが、うん、まあ、ちょっと売り切れたりしてるのはね、まあ、それはいいですね。も申し訳ないので、はい、ですね、12月20日に私が監修しましたピアニアドールのブルースという、ちょっとあの、はい、ね、昭和な感じのコンピレーションが発売されます。はい、それを記念しまして、翌12月21日にですね、うん、HMV 池袋エソラ店。ね、ここで19時からインスタイベントで、なんと司会はモビー君が来てくれるそうです。アフロのモビーが、はい、なるほど。そして来年はクワトロマンスリーが12ヶ月連続と、はい、あります、ね、でっけえ目標だよねえ、12回やんだもんね、まあ、詳しくはコレクターズのお知らせサイトで確認してください、はい、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロードできます。できます。写真館アーカイブもありますね。はい、あります、毎週水曜日更新、はい、P メールはブクロ24@gmail.com、うん、こちらでお待ちしております、はい、それではまた来週、はい、Do the download Do the download 池袋交差点24時。